どうも、隊長でございます。イニシエと雪の刹那、次やっていきましょう。ということで、多分この光かな、こういう光。この光の一番光っている場所を村の中で、一番光っている場所を探せと、ね、キースが言うので、ちょっと探してみましょうか。出ちゃったけど、どこれ、どうなってんのこれ。命の宝石獣、宝石中か。 すげえ森の中を歩いてる。こういうのを初めてなんじゃない。初めてというわけではないか。あ、初めてっていうか RPG でめったにないよね。これじゃね、違う、最も光ってるやつ。これは違うな。これか。安定した力強い魔力を感じる。さすがだね、師匠。ここに間違いないよ。強い魔力を感じる。ここには宝石メキが流れてる。寝かせてんのか。よし、あとは栄翔さえできれば。もしかしてあなた栄翔できないの。いいんだよ、そこは今気にしないで。10分後とか。暇してんじゃねえか。まあでも頑張ってるから何にも言えないよね。で、あとどのくらいかかるんだ。おーい、ダメだ。え、ダメだ、足りないんだ。俺の魔力だけじゃ足りない。キール君、情けない。本当の力さえあれば。本当の力？お兄たん、お兄ちゃん、黄色お兄ちゃん、お手伝いさせて。ダメ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 、絶対ダメ。お前たちまだちっちゃいんだから、そんなことしたら疲れちゃうぞ。平気だもん。ダメダメったらダメ。しーん、むしむし、しーん、むしむし、チーン、ムチムチ。もう勝手に、こら、お兄ちゃんもう知らないからな。平気だもん。できんのこれ。このままじゃダメかもしれない。ダメって刹那のことか。おい、そうじゃなくて魔力が足りないかもって話。クオンが手伝えないのか。無理ね。この里の魔法のことは私もよくわかんないし。だからってどうすれば。しばらく、静観しよう。この里に詳しいやつに聞こう。こっちでしょう。となるとやっぱり村長のヒドロかしら。よし、全部は急ぎだ。早く会いに行こうぜ。ささ、どうしたの。いつもより焦っているように見えるけど。ほっとくとヒドロのところまで全力疾走しかない勢いね。しかねない勢いね。よし、君たちか。その様子からするとキールはまだ諦めていないのか。ああ、今は子供たちまで手伝ってくれている。子供たちか。事情を話してくれ、協力してくれ。事情を話してくれ。いいだろう。そして理解してもらいたい。我らは人間ではあるが、君たちとは少し違う。その血は人間よりも魔物のそれに近いと聞く。ゆえにごめんなさい。ゆえに人知を超えた高い魔力を持つ。
また20代で生涯を終える短命の一族でもある。先人たちは長い間恐れられ、奪われ、憎まれてきた。そんな過酷な日常において命を長らえることに憧れた先人たちは、まずは人前から姿を消し、命を守ることを最優先にした。だからこんな人里離れた場所に隠れ住んでいるのか。それから先人たちは長い年月をかけ延命の研究を続けた。そして見つけたかすかな光、一つの結論にたどり着いた。高い魔力こそが寿命に悪影響を及ぼしているのだと分かったのだ。皮肉なものね。強すぎる魔力の反動で寿命が縮むなんて。先人たちは種として特異性を捨ててでも命を長らえる道を選んだ。そして体内から魔力を消し去る方法を確立した。生まれてすぐ特殊な宝石で体内のほとんどの魔力を抽出する。長年行ってきた儀式だ。魔力の負担が消えた分、我らは、なんだ、剣尾、あ、違う、剣、な、違う、か、関剣、関剣眼剣になり、寿命もかつての倍近く伸びた。キールが魔力を持たないのはそういう理由だったのね。だが、もっと根本的な解決法を求めて里を出た者も少なくない。残念ながら帰ってきた者はいないがね。ただの一人も。キールの兄トールもそうだった。彼は未だ帰らない。お兄さんが我らが希少種であることに変わりはない。未だ狙われる命だ。魔物からも人間からもここを出て無事で済むわけがないのだ。ここにいてもでしょ。魔物が寄りつくのはそのせいね。魔力の資質の高いもの、魔力たちはそれを嗅ぎ分ける。ああ、状況の悪化は一途はたどるばかりだ。そういうことだったのかよ。理解してくれたか。そんな我々にとって体内に残されたごくわずかな魔力がいかに重要なものであるか。キールはそのわずかな魔力で刹那を救うつもりなのか。キールの命に関わる、そういうことだよな。どうするショウ。キールの好きにさせてやろうよ。そこは確かに俺たちにとって生贄の命が最優先だけど、だからといって子供が犠牲になるのを見過ごすのかよ。そうね。もしかするとまだ他に方法があるかもしれないし、まずはキールを止めた方がいいのかも。戻りましょう。宝石メクのところへ。キールを止めないと。止めるんか。じゃあ止めに行くか。ハロー。あれおーし。何？集中したいんだけど。話は聞いた。だから何？もうやめろ、十分だ。生贄ってみんなを守るために命を捧げに行くんだろ。すごいよ刹那は。それを守っている将たちもすごいけどさ、これから先もみんなが生きていけるように未来を守ろうとしている。ここで死なせたら俺は自分が許せなくなりそうだからさ。そうは言ってもよ、意地を張れな。そうはいかないよ。刹那は体を張って俺を助けてくれた。今度が俺が命を張る番さ。お前たちどっか行ってろ。キール、お前。やめよキール、それ以上やったら本当に命に関わるぞ。うるさ。倒れたやん。おい、キール。心配ない。休めはじきに回復する。あんた、一体どうして？私とて、羨ましくないわけではないんだ。キールのような、こういう生き方が。魔物、
大変だ、魔物が来たぞ。ありえん、今日だけで3度目だぞ。一体何が起きているというんだ。この娘は私が責任を持って運ぶ。さあ君たちも家の中に隠れて、そうすればやり過ごせる。魔物どもに支障はない。戦っちゃいけないのかい。それはいけない。万が一取り逃せばきっとこの先もっとひどいことが起こる。仕方ないわね。無責任な戦いはできないわ。さあお前たちも早く。いないの。どうした、いないって誰か。まさか一番ちっこいのか。まずいな、どこ行った。さっき飛んでいったけどな。倒した方がいいと思うぞ。ちょっと待て、ショウ、話聞いてたか。無責任戦いダメよ。責任を持てないことに関わり合うことはできないわ。戦いは避けて、せめて子供だけでも探しましょう。マジで倒しちゃダメ倒した方がいいよかろうって。ちっこいの、チビ、どこだ。いた。怖いよ。一緒においで。そういう話し方もできるのね。ちょっと意外よ。よし、近くの家に隠れるぞ。おうおうおう。怖がらないで、じっとしていれば大丈夫。これ襲われねえか、大丈夫か。あ、遠ざかっていってる。いっとかな。そのようね。お、兄弟3人。特に会話もなく刹那が心配だわ。ヒドロの家に行きましょう。うん、まあ無事ね、なんとか魔物がどっか行ったけど、刹那は大丈夫なのかな結局。あ、起きてる刹那、もう起きていいのか。もしかしてお前。よかった。一時はどうなるかと思ったぜ。とにかく護衛の俺たちにとっちゃ生贄の命が何よりも優先される。自分の命よりもな。まだ横になっていた方がいい。魔物が去った今のうちに薬草を用意しておこう。少し出かけてくる。あのさ、ヒドロ、ありがとう。やっぱ助けたよね。キール君、ありがとう。君のおかげね。なんだよ、お前。さっきは泣きそうな顔してギャーギャー言ってたくせに。ギャーギャー動揺してたのはおっちゃんの方だろ。うわー、何事だ。今の声ヒドルじゃないのか。村長が魔物に襲われた。なんとか森の中に逃げ込んで助かったみたいだけど。そんな、また魔物が来たってのか。里の外で待ち伏せしていた。多分人が出てくるのを見てたんだ。待ち伏せ、そんなこと今まで一度だってなかったのに。そんな、魔物が知性を持ち始めている。何かが変わり始めているだとしたら、この里が無傷でいられる保証はもうないのかもしれない。俺ずっと考えてたよ。息を潜めてひっそりと生きていく。ただ生きながらえるだけの、そんな存在でいいのかって。そんな俺たちなんてさ、きっと死んでいるのも当然なんだよ。キール、俺はこの里を変えるつもりで外の世界に出ていった。当たり前に長く生きられる方法が必要だって思ったから。でもさ、そうじゃないんだ。それだけじゃ何も変わらない。
まずお前が変わるべきだ。知ったことか。まずお前が変わるべきだ。ショーはお見通しか。そう、みんなを変える前に俺自身が変わるべきだったんだ。大切なのはキール君が自分の心で決めるということだよ。うん、みんなと出会ったおかげで決められたんだ。ありがとう。まず俺が変わらなくっちゃ。ショー、みんな、俺の頼み聞いてくれる？今から俺をある場所まで連れて行ってほしいんだ。どこへ行くんだ？本当の力が眠る場所、命の宝石中へ。あー、参ったとこか。そこで俺の魔力を取り戻す。お前、そんなことしたら魔力と引き換えに寿命が縮むって。それで構わない。気づいたんだよ俺、大事なのは命の長さじゃない、命の使い方なんだって。俺は自分の命を自分のために、そしてみんなのために使いたいんだ。頼むよショウ。わかった。当然だな。ありがとうみんな。命の宝石柱はこの家の裏にある道から行くんだ。よっしゃ、一丁やってやるか。刹那はここで休んでいてね。心配すんだ、すぐに戻ってくからよ。なるほど。お、ショウ、何の用だ。ごめんね、こんな時に。でもどうしても言っておきたくて。あのね、夢を見たの、この旅のこれからの夢。でもそこにショウがいなかったの。ショウって名前を呼んでも出てきてくれない。私とても寂しくなって目が覚めたの。だから今ホッとしてる。知ってるよ私、ショウがみんなを守ってくれてるって。だからお願い、このまま最後の瞬間までどうかこの旅を見届けて。お願い。なるほどね。さて宝石中に行こう。さっき言ったから場所分かる。こっちだな。ここか。なんか光ってっけど、これだな。ここに来るのは久しぶりだな。これが命の宝石中か。うん、そうだよ。俺たちは生まれてすぐに魔力を取り出される。こいつは言ってみれば俺たちの魔力の結晶なのさ。今から封印された自分の魔力を取り戻すよ。しばらくの間魔物を近寄らせないでほしいんだ。お安い御用だ。だが本当にいいのか。愚問だね。ここから俺の見せ場なんだから邪魔しないでくれる？来るわよ、魔力に引き寄せられた魔物が。おお、来た。これで行くぜ。すぐに片付ける。終わったっぽい。感じる。もうすぐ魔力が戻る。みんな、俺はもう大丈夫だから。里に戻っていて。俺もすぐに追いかけるから。一人でやれるのか。もう大丈夫、みんなの助けがあったから。俺は心配いらないから、里のことを頼むよ。わかったわ。気をつけてこいよ。さあショウ、行こうぜ。オッケー、戻りましょう。で、村長さん、どうなった？村長さん、あ、いた、村長さん。君たち、無事でよかった。あんたらの方こそ、大丈夫なのか？里のみんなを避難させた。キールはどこに？命の宝石中にいるわ。
魔力を取り戻すと。そうか、決断したんだな。みんな、おい、まだ寝てろって。もう大丈夫、私にもやらせて、守らせて。気をつけろ。うわ、いっぱい来た。おいおい、とんでもない数が集まってるぞ。おお、ちょっとやりすぎたかな。キール君、せつな、無事、あ、よかった、元気になったんだね。うお、なんだこいつ。ヒドラは隠れてて、そして俺の覚悟ちゃんと見届けてくれよ。魔法に関しては任せてもいいんだろうな。おっちゃんは眠っててもいいよ、もう出番はないから。言うじゃねえかこいつ。月明け場で平気か。いや、すいません、になるのよ。月明け場で平気か。なんか誤解してるみたいだけど、元通りになっただけだよ、俺本来の強さにね。キールが仲間になった。で、3人なんだよ。これでどうするかなんだよな。やっぱこれかな。回復ができる刹那がやっぱいた方がいい気がするんだよね。なんだよこいつ。取り戻した本当の力見せてやるよ。ごめん、パーティー入れてねえんだわ。せっかくキールの最初の出番っていうのに入れてあげない、このひどい。仕方ないね。さて、まずはプロテクトだ。プロテクトしてどうしようかな。ウォールでクオンをあげる。これでお互いにあげる。フルドロップだからそれはいらないんだよな。じゃあエンサン出しとこう。オッケー。はい、あー、スローで下がっ、スローで攻撃力じゃねえ、その ATB、 まあその溜まりやすさ、攻撃できるまでのあれが下がっちゃったんだよな。よし、 X 切り、戦いの流れを X 切り。刹那できなかった。刹那のタイミングがね、ちょっと若干慣れても難しいっていうのはある。はい、ちょっと刹那を回復しよう。これでよし、ちょっとブリリアント打ちたいんだから、ちょっと待って、回転切り。抵抗は無駄だ。よし、たまった、ブリリアント。オッケー、まひた。はい。暴走したんだけど。大丈夫かなこれ。火力上がるよね絶対。よし。よし。はい。X 切り。一気に肩を押す。エーテルで自分を MP 回復。よし、気をつけろ、今までと様子が違うぞ。マジか、できる、大丈夫かなこれ。よし、 X 切り。あ、痛い、ダブルミサイルパンチ。ちょっと待って、痛いっすよ。流れを作る。痛い。いけるよ。ちょっとケアルで回復ある。ケアルで回復ある。オッケー、やっぱいいな刹那は。よし、ダブルミサイルパンチ。痛い。ちょ、自分は自分で回復する。力を貸す。出し切り。見切り。オッケー。あんまり効いてねえ。見切りよ。はい。連携して仕掛ける。邪魔をしないで。ストップ。よし。ストップとはなんだ。
よいしょ、これで回復できる。全然効かないな、通常攻撃。このストップって何？わかんないんだけど。これでいったんじゃないか。フルバースいった。倒した倒した倒した。 OK 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 OK。 痛かったけど最後 OK。 なんとか倒したぜ。やった、俺何もできてないけどやった倒した、やったぞー。しょ、頼みがあるんだ、聞いてくれるかな。悪い、お断りだ。悪い予感しかしない、悪い予感しかしない予感してるなら話も早いや。俺翔たちと一緒に行くよ、見届けたいんだ、刹那の命の旅を。それで俺も俺の命を生きてみたいんだ。キールのことを頼みます。ヒドラ行っちゃうの、行っちゃうの、行っちゃうの。みんなのこと忘れるわけじゃないからさ、お土産持ってさ、時々帰ってくるから。あ、こいつ俺に覚悟がなかったせいで随分待たせちゃったね。ごめん兄貴。これか。お兄さん、里を出て行方不明になったっていう。でももう生きてはないんだ、それは分かってる。ねえ兄貴、兄貴は最後の瞬間に俺を思ってくれたんでしょ。だから俺にはちゃんと伝えたかったんだよね、自分の死のことを。思いの込められた魔力だけがこの鎧に宿って帰ってきた。ちゃんと感じてたんだよ、俺の前に現れた時から。待たせちゃってごめんね兄貴。やっとお別れできるよ。俺の魔力、俺自身の魔力で送る、そう決めてたから。聞こえてる？ねえ兄貴。俺は生きてみせるよ、取り戻したこの熱い命で。行くのやめるか、さっさと行く、行くのやめるか。愚問だね。よろしくねキール君。ルッツの山を抜ければ最果ての地に近づけるはずだよ。一緒に行こうキール君あの三つ子は何なんだ。はい、ということで何歩くらい、ああちょうどいいんじゃないかな、ちょっと長いかもしれないけど。はい、ということで今回ここで終わりたいと思いますね。無事キールが仲間になったところでね、あちょうどだ、テントで回復してみようと思ったんだけど、これは外に出ないとダメなのかな、ちょっと待ってくださいね。そうだ、外になって使えば、ほうほうほう、これで全員回復 OK。 よし、ところでね、改めて今回ここで終わりたいと思います。今回の動画良かったという方は、良かったらチャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひ。それではまた別の動画で、次回それではまた次回とか別の動画とか、まあうん、そう、お会いしましょう、さようならバイバイ。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。